1日目足、次上半身、で次体幹みたいな、そういうメニューになりました。というわけでやっていきまーす。めちゃめちゃきついかも。一番きついな。これ2セットなんてできんのか。やばい、これはやばい。とりあえず1セットで、こっからっすね。とりあえず1分休憩して、筋肉休めて、きっと筋肉痛になるな、これは。もう1セットやるとかやばいな。よし、もう1セットいきます。1分経ちました。あ、1分休むだけで結構いい感じになるな。そうでもないか。休憩短い。きつい。あと4回。かも限界だ、足が。初日でこれか。やばいな。ダンベル重いかな。最後できなかったな、もう。明日軽くしてみようかな。じゃあ今日は上半身やっていきまーす。よいしょ。やり方これで合ってるのかな。合ってるのか。
重いな。軽いのでもきついな。よし、ワンセット。まあ、ここまではとりあえずよしですね。もうワンセット。しんど。というわけで、上半身2日目でした。ちょっとなんかやり方合ってるのか分からなかったんですけど、まあ、とりあえずそんな感じで。研究しながらやっていこうと思います。2ヶ月目の3日目いきまーす。今日は体幹っす。これだけきつい。どんだけお腹の肉弱ってんだよって話だ。よし、1セット。いや、普通腹筋が一番きつかったな。じゃあもう一回いきまーす。よいしょ。1回目終わりました。まあ、すげえきつかったんですけど、なんかこう腕立てとかこうスクワットみたいに上がらないとかにみたいにならなかったんで、まあ、これでよかったのかなって思いながらって感じですね。
腕がすごい張ってる感じがします。あ、まだちょっと筋肉痛残ってる。あっしゃ、はあ、もう辛い状況になった時に、あ、筋肉壊れてるっていうのがなんかすごい嬉しくなってきますね。で、なんかもう少し壊してやろうみたいな、言ってることよくわかんないんですけど、なんかそういう感じでした。良くなっていく気しかしないきつさです。今日8日目なんですけど、実は久しぶりにプロテインを買いました。1キロです。マイプロテインとかいうなんか安いやつですね。ブルーベリーチーズケーキ味。いろいろ調べてたら、なんかタンパク質の摂取量が足りないみたいで、タンパク質の摂取量を増やそうと思います。トレーニング後に飲んで、足りなかったら就寝前にも飲むって感じですね。だいたいどこに物を置けばいいかも分かってきましたね。このなんか腹筋的なメニュー、なんか微妙な感じがしてて、まあ疲れるんですけど、なんか違う気がするな。もう一回ちょっと腹筋のメニュー見直してみますかね。足のメニューマジできつい。もう絶対効果出るよねってもう確信を持てますね。